皆さんこんにちは。大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏による6億8000万円もの違法送金賭博事件、一体なぜこんな事態に陥ってしまったのでしょうか。水原氏の人生を追うと、そこにはギャンブル依存の影が色濃く現れています。ギャンブル好きは親譲り、水原氏の知人はそう証言しています。1991年、水原氏がわずか6歳の時、一家はロサンゼルス郊外のダイヤモンドバーに移住しました。父親は板前、母親は看護師として働き、一見何の変哲もない家庭に見えました。ところが水原氏が14歳の時、両親が突如として自己破産を申請したのです。破産の原因は父親のギャンブルでした。一平さんの父親は料理人として働きながらギャンブルにのめり込み、借金を重ねていた。破産後も日本食レストランを転々としていたと水原家の知人は振り返ります。水原氏自身も父のギャンブル好きについては有名な話と周囲に吹聴していたといいます。一平さんはお父さんの勧めでカジノのディーラー養成学校に通っていた。お父さんはスポーツ賭博にも興味を持っていた。親子揃ってギャンブル三昧の日々、その親譲りの資質が後の水原氏の破滅を招くことになるとは誰も予想だにしなかったことでしょう。2012年、水原氏は北海道日本ハムファイターズの通訳に就任。この年ファイターズに入団したのが大谷翔平選手でした。ここから2人の数奇な運命が動き始めます。ファイターズ時代、キャンプ地アリゾナでは水原氏が若手選手を連れてカジノに出入りする姿が目撃されていました。一平はみんなとカジノに行って選手にポーカーのやり方を教えていたと当時の様子を知る人物は証言します。球団から注意されるまでこのカジノツアーは継続して行われていたのだとか。そんな水原氏が運命の出会いを果たすのが2017年のエンゼルス移籍でのこと。ある日ロサンゼルスでの遠征中、チームメイトとポーカーに興じていた水原氏はその場で出会ったギャンブラーに誘われ違法カジノに足を踏み入れます。誘ったのはマシュー・ゴーヤーという男。自身も2011年にカジノで約6000万円の借金を抱え破産した過去を持ついわくつきの人物でした。大谷はベストフレンドだから、ゴーヤー氏はそう豪語しながら大谷選手の懐事情を知る水原氏を違法賭博の世界へと次々に引きずり込んでいったのです。水原氏はゴーヤー氏との賭博にのめり込み、みるみるうちに借金が膨らんでいきました。水原氏の周りにはゴーヤー氏のようにギャンブルで借金を重ねても結局は自己破産で帳消しにできると考える人間が複数いたといいます。おそらく水原氏自身も父親の轍を踏むような形でそんな安易な考えを持つようになっていったのでしょう。昨年末の時点で水原氏の借金は6億8000万円にまで膨れ上がっていた。事情を知る関係者はそう証言します。どうすればいい。追い詰められた水原氏が選んだ道は大谷選手の口座から無断で送金するという信じがたい暴挙でした。1年10億円以上を稼ぐ大谷選手の資産なら6億円程度の損失は大したことではないだろう。水原氏はそう考えたのかもしれません。巨額のギャラを手にする大谷選手を食い物にしてその金を違法賭博につぎ込む。本来なら選手の右腕となるべき通訳がなぜこんな金と嘘にまみれた道を歩んでしまったのか、その理由の一端は水原氏の嘘の経歴にもありそうです。水原氏がエンゼルス時代のメディアガイドでカリフォルニア大学リバーサイド校卒業と公表していたのですが、大学側に問い合わせたところ在籍した記録がないという回答。堂々と嘘の学歴を並べ立てていたことが発覚しました。アメリカでは経歴詐称も珍しくない。現地ジャーナリストはこう指摘します。アメリカでは大学の卒業証明書を偽造売買するディプロマミルと呼ばれる業者が横行。公的な書類としては通用しないが、就職先へのアピールぐらいならなんとかなるというのが一般的な認識なのだとか。
本人から聞いた話ではカジノのディーラー養成学校には行ったもののダメだったと言って中退したと言っていた。しかし大学は卒業したと吹聴していたと水原氏の知人は証言します。表向きはメジャーリーガーを支える好青年、しかしその裏では嘘とギャンブルにまみれたもう一つの顔があったということでしょうか。韓国で消息を絶った水原氏をめぐっては現在現地メディアによる大規模な指名手配状態となっています。水原氏は WBC の韓国戦の後日本行きのチャーター機に乗らず荷物だけを残して雲隠れしてしまったのです。これを受けて韓国メディアは水原一平に直撃インタビューできれば報奨金1億ウォン約1000万円を支払うと宣言。現地取材陣は契約カメラマンに水原の姿を捉えたら至急連絡をと指示を出しているのだとか。メディア各社は世紀のスクープを競い合うように水原一平探しに地道を上げているのです。事件の捜査に乗り出したのは MLB だけではありません。連邦捜査局 FBI も動き始めているというのです。そして真相解明の鍵を握るのは大谷選手の今後の動向だと言えるでしょう。大谷選手は記者会見で水原氏の違法行為については全く知らされていなかったと釈明しましたが、そもそも数百万ドルもの大金が自身の口座から送金されていたことについて疑問を感じなかったのでしょうか。大谷は捜査に協力すべきだ。元連邦検事のジェフ・リフラ氏はそう断言します。あれだけの巨額送金があったのに本人も周りの誰も気づかなかったというのは不自然。大谷が送金先を把握していたのならカリフォルニア州法や連邦法違反で訴追される可能性もある。イフラ氏が指摘するように大谷選手が水原氏の違法行為を認識していた場合処分は免れないことになります。野球界と金の危うい関係、メジャーリーグ屈指のスーパースターをギャンブルの泥沼に引きずり込もうとした闇の存在。1年で10億円以上を稼ぐ大谷選手の肩書きと収入は悪意を持つ者たちにとって絶好のカモに移ったのかもしれません。金と嘘にまみれた水原氏の転落人生が果たして大谷選手にどこまで飛び火するのか。ギャンブル依存の父を持ちその親譲りの資質を受け継いだ水原氏、メジャーの舞台に立った裏で賭博のイカサマ人生を歩んでいたのです。大谷選手はそんな悪友の存在にどこまで気づいていたのか。真相は未だ闇の中にあります。世界中が注視する前代未聞の資金洗浄事件、大谷ショックの波紋は予断を許さない状況です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。